はい、今日はバシックのボンドミニとボッテガのミニザジョディの、容量検証をしたいと思います。まずね、ボンドミニの方の紹介します。これマユ B さんのものなんですけど、バシックの、ボンドミニのトープって色かな、うん、ね、伊勢丹で買った。かわいいよねこれ、うん、で肩掛けもできるし、普通にハンドバッグとしても使えるような感じかな。そうだね、うん、容量たくさん入りそうな、ね、もう圧勝だと思ってる。圧勝ですね多分。でもう一つが、マユ A さんの、ボッテガのミニザジョディ、まあ、これも黄色、大好きな黄色を選んで買いました。もう黄色しか持ってないよねで、まあ、両方ともノットなので、それをちょっとノット対決と題してやっていきたいと思います。もう結果は見えてると思うんだよねまあどれだけ入るかってところを見たいので、まあ、参考にしてもらえると嬉しいです。中に入れていくのはアラサーの必需品なんだよね。うんうん。なので、まあ、1軍がまず、まあ、お財布ですね、フラグメントケースと iPhone13 だし肩紐ついてるからちょっとハンデだよね、うん、結構かさばるからね。でこれキーチェーン、これあキーケースか、キーケース、この3つが、まあ、1軍ですね。うん、これは外せないからね、入らないと困るね、うん、で2軍が、アルコールと、ハンカチです。まあ、今の時期だと必需品になってくるよね、うん、で3つ目は、まあ、おしゃれとかお直し大事なので、パウダーとリップとサングラス。これから夏っていうことでサングラスは入れていきます、うん、パウダーとリップはねちょっと持ってたいよね、アラサーとしてはね、くすみ対策ね、うん。あとは、第4のところが、エコバッグとエアポッツです、うん、帰りにちょっと食品のお買い物して帰るときとかないと悔しいからね、うん、で最後は、500ml のペットボトル、これがどれだけ入っていくかっていうのを今日検証していきたいと思います。でまずボンドミニの方、まあ、1軍入れてきます。今キーチェーンと、フラグメントケースと iPhone を全部入れていきます。もうこれはもう余裕でしょう、うん、全然なんかもう吸い込まれていきましたね。吸い込まれたね、うん、バッグの形も変わらないから全然変わらない、うん、安心安心です。で次に、ハンカチと、ハンドサニタイザーを入れていきます。これはもう何でもないでしょうこれはもうないも同然なのよないも同然、同然吸い込まれてきましたね、うん、もうここは早送りしていただいて大丈夫です全然もう中身も見えてません、うん、余裕で次がお直しグッズ、パウダーとリップ。パウダーちょっとかさばるかもね、うん、かさばるんだけどもまあ余裕で入っていきましたね、うん、ボンドミニだよ、ミニなのにすごいねサングラスもなんかこれ横にも縦にもまあ自由自在に入りますって感じだった。余裕なんだね、うん、余裕です。でエコバッグとエアポッツも入れていきます。エコバッグちょっとねこれ少しかさばるんだよね、うん、そうだね、まあ余裕でしたね。あ、入るね、うん、全然余裕で最後ラスボスが、500ml の、ペットボトルね、マイボトル、これ入るかなってちょっと心配だったんだけど、うん、全然吸い込まれていったわ。あ、いいね、全然入るね、うん、ちょっと頭出ちゃうけどまあね、お水持ち歩けた方がいいし、うん、全然余裕の大容量バッグでした。これはもうボンドミニ圧勝ですね。圧勝です。もうアラサーの必需品が全部入りました。もう皆さん買いましょう、買いましょう、これはもう夏に向けて買いましょうはい、次はね、ボッテガのミニザ・ジョディを、容量検証していきます。これもう iPhone だけで終わりじゃない iPhone ケースといっても過言ではないかもしれないじゃあ早速やっていきます。まずね iPhone、もう心配だよ、もう心配だね、うん、iPhone と同じくらいの大きさなのね。そうね、iPhone とフラグメントケースとキーケース、でもこれ入らないとちょっと困るよ、困りますね、うん、まあ、iPhone はまあいけたかな。そう、間口がねちょっと狭いから入れづらいっていうのは若干あるんだけど、まあ、iPhone くらいなら余裕でした。間口が通ればちょっと中はもう少し広いんだね、うん、
でキーケースも大丈夫だね、うんうん、でフラグメントケースもいけちゃいますね。なんか同じ色してたね。同じ色ですね。黄色好きなのよ私で次、ハンカチとハンドサニタイザー、これも必需品なのでちょっと入れていきたいな。これさっきは何でもない大きさに見えたけど、うん、こうやって見ると結構大物に見える、ね、そうね。ハンカチってタオルって結構かさばるからね。そうだね。ハンカチ入るかな。あ、入りましたね。あ、入るね、うん、チャックも閉まりそう、うん、チャックも閉まるかというと、うん、いけますね。いけますね。このバッグはチャックが閉まるといけたっていうことでいいのかな、うん、OK です。次に、リップ。リップはね、ちょっと隙間にちょっと入れていきたいです。パズルだね。パズルですね。もうここからはパズルになっていきます。チャックも閉まります。これは入った判定ですね、うん。次がね、ちょっと問題。今ね、こじ開けてるんだけど、パウダーですね。パウダーが入るパズルの箇所がないの。パウダー、コスデコのパウダー、ちょっと高さがあるのがね。そう、厚いからね。これはちょっと、置いていきましょう。皆さんコンパクトタイプのパウダー買いましょう次エアポッツね。エアポッツも割と小さいピースなので入りますね。入りました。うん、入った、まあ、音楽聴きたいもんね。聴きたいよね。で、サングラスです。サングラスもね、もうキビーのよ。これはもうかけていくしかないですね。はい、かけてお家を出ましょうで次、かさばるんだけどエコバッグ入るかというと、もう無理ですね。これはレジで3円払ってください。払ってください。で最終的にマイボトルは、まあ、言わずもがな、試すこともしませんペットボトル買いましょう。買いましょう。カフェ行ってください。ってことで、まあどれくらい入ってたかっていうのをちょっとおさらいしていくと、まあ、ハンドサニタイザーとエアポッツ と、キーケースだね。あとはハンカチ、あとはリップとフラグメントケースと、最後が iPhone でした。これが、右側ですねが入ったもの、左側が入らなかったものですね。こっちが必需品で入ったもの、こっちが入らなかったものです。はい、今回は、2つのバッグの容量を検証しました。こっちのね、ボッテガの方はこっちから右側のみ入りました。ボンドミニの方はこれ全部入りましたね。アラサー安心バッグはボンドミニということでいいですかね良いです。これはもう容量としてはボンドミニの圧勝なので、何か荷物の多い人はボンドミニの方が圧勝です。おすすめです。意外とボッテガも入りましたね。意外とね、入ったね。はい、この動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録をお願いします。高評価もお願いします。